古文って本当に苦手だわ。読んでも意味不明だし。おお、いきなり古文書なんて読み出してどうしたんだ？創世の書とか、タイトルがすごかったから。神話みたいな内容かと思ったけどそうでもなさそうなのよね。古文書には時に神話よりもすごい内容が書かれているぜ。自分で読むのは難しいけど内容は興味があるわ。よし、今回は歴史から抹消された世界の常識を覆す恐ろしすぎる古文書を紹介していこう。ところでさっき創世と言っていたが、日本で発見された創世の書、竹内文書を知っているか？何それ？竹内さんが書いた古代文書？そのまますぎるぜ。これを書いたのは蛇の誠とされている。誰？聞いたことない人だわ。かの暴君、武烈天皇から古代文字を訳せと命令された人だな。重労働すぎるわね。どんな内容なの？この文書は1911年に天津教の教祖竹内清麿により公表され、いくつかの新法と文献を合わせて竹内文書と呼んでいるんだぜ。新法？一体どんなものがあるの？古代文字の一種である神代文字が記された一連の新法だそうだぜ。そして文献は天の間、地の間、人の間の三つで展開されている。日本の成り立ちみたいな内容を想像していたけど違うみたいね。内容としては現在の皇庁以前に上皇25代、会津庁73代、そして天神が7代あったとされている。ありすぎじゃない？全部説明すると長くなるので大まかに話すと、宇宙が創造された後ある天皇が地球全体を治める存在となった。天皇？神の間違いじゃなくて？そしてこの天皇は各地に子孫を残す。その時地球に異変が起こり人々の肌色が変化していったそうだ。なるほど。それが人類の肌色が違う理由というわけね。そうだぜ。また21代目天皇がイザナギだとか、月読みとスサノオが同一人物だとか、日本神話の神々も登場するぜ。設定はめちゃくちゃだけどね。そう、設定がめちゃくちゃなんだよな。うん？これも何かの伏線なのかしら？実はこの竹内文書は偽書と言われているんだぜ。偽書？ということは偽物ってこと？内容はさておき作者や時代が偽りであるものを偽書と呼ぶ。ああ、やっぱり本当に古代の文書ではなかったのね。何やら現実味がないしゲームのような内容だと思ったもの。正確には偽書認定されてしまったと言った方がいいかもな。竹内文書は竹内清麿という人物の子孫が代々受け継いでいた。むむ、かなり変人臭がする人ね。清麿が公開したものには元の文書と異なる内容が記載されていた。うん？それってもともとあったものを書き換えたってこと？理由はわからんがどうもそのようだぜ。最終的には無罪となっているが不敬罪で捕まったんだな。そこで押収されたものも空襲により消失したため、偽書であるという決定的な証拠がなくなった。なるほど。ということは本物の竹内文書はまだどこかにあるの？ああ、本物は富山県の高祖皇太神宮が引き継いだ。まさに古代の創世神話といった古文書なのね。史実というよりは神話に近い古文書で内容は謎が多いんだぜ。これから解明されることを楽しみにしていような。次に紹介するのは死海から見つかった最古のヘブライ語文書だぜ。死海って何？人が沈みやすい死の海とか？イスラエルの塩湖のことだな。この湖では人が沈むどころか逆に浮きやすくなるんだぜ。名前とは違って安全な海なのね。それはさておき、死海から何が見つかったの？正確には死海の北西にある洞窟からだが、20世紀最大の発見とも言われる写本群が見つかったんだぜ。何？世界の機密情報でも書いてあったのかしら？死海文書と呼ばれるその文書は全てを明かしてはいけないらしい。死海文書って言えばの？おそらくモチーフはそれだが実物は人が攻めてくるといった内容ではないぜ。全てを明かしてはいけないなんて、一体どんなことが書かれているのかしらね？死海文書を最初に発見したのはとある羊飼いの3人組だった。何やらゲームのような話ね。羊飼いから学者の手に渡った死海文書は今日も研究が進められている。やっぱり海に関する内容が多かったのかしら？わかっている範囲で見つかったうちの200点はキリスト教の旧約聖書、600点はユダヤ教の未知なる文書群だったんだぜ。未知ってことはもちろん世界の常識が変わるようなことが記されていたのよね？ああ、中には財宝のありかやら世界の終焉といった内容もあったそうだぜ。だから、さっきから話が壮大なんだってば。死海文書に書かれている内容は多岐にわたる。例えば第一洞窟で発見された共同体の規則では、会議で3回居眠りをした場合、10日の罰則などというおこごとのような内容もあるぜ。世界の終焉とか壮大なものとそうじゃないものの差がすごいわね。また文書の中には旧約聖書を独自の物語に書き換えたものなど他にもいろいろあるぜ。一見古代人の創作に聞こえるけどどうして内容を明かしてはいけないの？バチカンが情報公開を妨害してるなどの説がある。キリスト教の崩壊とか何か危険なことでも書かれていたのかしら？
崩壊ではないがキリスト教の機関となるような内容はあるようだな。それなら逆に公開した方が色々わかりそうだけど。まあ、このバチカン妨害説は否定されているので信憑性は薄いだろう。一説によると世界の終末論のようなものも書かれているとのことだぜ。なんだか怖いわね。本当に古代人の創作なだけだと願いたいわ。そんな司会文書の中に面白い内容があるぜ。霊夢は巨人って本当にいたと思うか？いきなり何を言ってるの？人間を平気で食べるような巨人たちが本当にいたら困るわよ。進撃の巨人の見過ぎだな。司会文書の中には巨人に関して書かれた文書が存在する。え？ということは本当にいたってこと？これも真実かはわからないが名前はそのまま巨人の書という。司会文書は聖書とかに関連が深い古文書だったけど、旧約聖書と巨人って何か関係があるのかしら？ああ、旧約聖書に登場するネフィリム巨人族について詳細に書かれているぜ。神話だけかと思っていたけど聖書にも登場するのね。このネフィリムについてはこれまでほとんどわかっていなかった。だが、この巨人の書に書かれたネフィリムの情報はとても詳細で、ネフィリムが実際に存在していたとする一説も出てきたんだぜ。ええ？文書内に実在したとか書いてあったのかしら？詳しいことはわからないがな。何せ他の司会文書と同様複数の古い断片からできていて、内容を特定するのが非常に困難なんだぜ。もし、巨人が実在したなんてわかったら大ニュースになるわね。この巨人の書だけではなく巨人伝説は世界中にある。ひょっとしたら大昔には実在したのかもしれないな。実際にいたら少し怖いけど、本当にいたかもしれないと考えたらとてもロマンがあるわね。ネフィリムの情報ってどんなことが書かれているの？一つ挙げるとしたら神に抵抗しノアの大洪水で滅びたなどの記述がある。やっぱり、神様は巨人よりも強いのね。でも司会文書の一部ってことはこれも公表しちゃダメなのね。この巨人の書は正式な聖典とされておらず、その理由もなぜなのかわかっていないんだぜ。あまりに非現実的な内容だからかしらね。まあ何はともあれ巨人が実在したかもしれないという証拠になりうる。貴重な資料だということは間違いないな。今後の研究が楽しみね。やっぱり古文書って神話や宗教とかの話がほとんどなのかしら？そうとも言えないんだぜ。例えば中国の歴史書とかには割と現実的な内容もある。霊夢は古代義の国で書かれた義士和人伝を知ってるか？それなら聞いたことがあるわ。邪馬台国のことを書いた古文書よね。邪馬台国だけではなく日本古代史を知るためになくてはならない大切な古文書だな。でも不思議よね。どうして日本の書ではなく中国の書を調べるのかしら？当時の日本には文字がなく資料が残っていないからだぜ。そしてこの義士和人伝だが実際にそういう名の文書があるわけではなく、三国志の中のたった2000文字程度をそう読んでいるんだ。え？てっきり一冊の文書があるのかと思っていたわ。そう思っている人も多いが実際はある官僚が、当時日本へ渡った人の話を聞いて三国志内に和国の様子を書いてるだけだぜ。そうなのね。それじゃ義士和人伝も現実性はないのかしら？そうでもないぜ。この文書には邪馬台国があった場所が書いてあるという。本当に？ずっと気になってたけどどこにあったの？現在近畿地方説と九州説の二つがあるな。というのも義士和人伝に書かれた地図があやふやで、その通り辿るとおかしな場所に辿り着いてしまうんだぜ。そうなの？ってことは中国の人もわかっていなかったということかしら？はっきりとはわからなかったんだろうな。途中までは韓国から九州を渡る道となっているが、現在の福岡県から水路を20日ほど渡ると書かれている。九州に水路なんてないわね。昔の地形と今の地形が違ったとかかしら？そうであっても文書に書かれた通りに進んだら海の上についてしまうんだ。やっぱり邪馬台国の正式な場所は謎のままなのね。そうだな。資料も少ないため現在も議論が続いているぜ。邪馬台国以外にはどんなことが書いてあるの？他には主に当時の和国における政治や習慣産物が記されているぜ。古代日本を知る重要な手がかりがたったの2000文字とは、どこまでが本当でどこまでが創作なのかが興味深いわね。霊夢は聖書についてどんなイメージがある？そりゃ、神聖でありがたいメッセージが書かれた文書よね。一般的に天使のイメージがある聖書が、もし悪魔によって書かれていたら？そりゃ大変でしょう。教皇が動き出すレベル。では次は悪魔の写本と言われているギガス写本についてだぜ。本当に存在するのね。ギガス写本は13世紀初めに現在のチェコで作られた。中に聖書とは思えない悪魔のイラストがあることから、この文書は悪魔の写本と呼ばれるようになったんだぜ。なぜ聖書の中に悪魔の絵なんか書いたのかしら？この写本を書いたのは誓いを破り監禁された修道僧だそうだ。僧が監禁なんて、一体何をしたのかしら？監禁された僧は全ての知識を集めるべく一晩で本を写本することを誓ったらしい。
こんな分厚い本を一晩ではさすがに無理があるわね。真夜中近くなり誓いを守れそうになくなったため、彼は打天使ルシファーに自らの魂と引き換えに本を完成させるよう願った。なんだかすごい話だけど、なぜ悪魔に願ったのかしらね。それはわからんが悪魔は願いを聞き入れ写本を完成させた。悪魔の絵はその時に僧が感謝の意を込めて描いたものらしいぜ。なるほどね。それなら悪魔が描かれた理由も納得だわ。文書の一部は後から除去されているが、文書の主な内容はラテン語で書かれたカトリックの標準聖書である。ブルガータ版の聖書や歴史的文書の写しがほとんどだな。除去されたところが少し気になるわね。除去された箇所も大した内容ではないと思うぜ。内容はほぼ歴史文書の写しだが、この文書は最大の古文書として現在も保管されているんだぜ。さてさてお次はどんな古文書が出てくるのかしら？次は1912年イタリアで発見されたボイニッチ手稿を紹介するぜ。この文章を一言で説明すると意味不明。以上だ。ちょっとざっくりしすぎでしょ。それぐらいこの文書に関しては謎が多いんだぜ。作者のボイニッチさんは文書解読に関しての資料を残していないの？実はな、このボイニッチは文書の作者ではなく当文書を発見者の名前なんだぜ。そうなの？ということは作者もわかっていないのね。アリゾナ大学の研究で約1400年代に書かれたとされて入るが、作者も書かれた年代についてもはっきりとは分かっていないな。まさに謎の古文書ということね。これは内容も興味深いわ。内容も最近までは全く解読できなくて多くの研究者を悩ませてきたんだぜ。というのもこの文書はこれまでに見つかっていない解読困難な文字と、彩色された大きくて奇妙な絵がほぼすべてのページに書かれているんだ。ちょっと見ただけで頭がおかしくなりそうね。うん？でも最近まではってことはもう解読に成功しているの？ああ、残念ながら内容についてはまだ未解読だが、使用言語や年代、書かれた場所が明らかになってきたんだぜ。本当にいつの時代も天才言っているわよね。解読に成功した英国の言語学者によると、解読困難な言語はすでになくなった言語であるロマンス層だという。ロマ、なるほど昔使われていた言語だったのね。わかってないな。このロマンス層はフランス語などの母語なのだが、当時正式な文書には主にラテン語を使用していたため、ロマンス層で書かれた文書はこのボイニッチ手稿だけなんだぜ。今は使われていない言語で文書としても残っていないなら、未知の言語と言われても仕方ないわね。今はどこまで解読が進んでいるの？内容について一番濃厚な説は婦人病の治療法が書かれているというものだな。湯船から出入りを繰り返す方法は実際当時流行した健康法だぜ。また占星術を医療に使っていた時代だから星座などの絵についても説明できる。それは信憑性が高いわね。ただ、この説についても反論意見は出ており、結局内容についてはまだ何も解明されていないんだぜ。なんだ、使用言語が分かって内容が解明されたのかと思ったわ。この文書については言語や絵の問題だけではなく、目次に当たるページが残っていないことも解読を困難にしているんだな。確かに目次がないと何が書いてあるのか分かりにくいわね。とはいえ少しずつでも文書の解読は進んでいる。果たして、この世界最大の気象完全解読するのは誰なんだろうな。絵がたくさん描かれた謎の古文書といえば、メキシコのセルデン写本もなかなか興味深いぜ。ボイニッチ手稿は文章もあったけど、こっちは本当に絵だけなのね。セルデン写本はメキシコの山岳地帯から発見された。植民地時代よりも前の古文書だぜ。植民地時代？だいたいいつ頃の話なのかしら？メキシコは16世紀にスペインの植民地となっているから、年代的には16世紀より前の文書と言えるな。だいたい中世くらいのものなのね。かなり精密に絵が描かれているけど描いたのは誰なの？描いたのは先住民のミステ家族と言われているな。特定の誰かではなく古代民族からのメッセージということね。ミステ家は植民地支配以前メソアメリカの主要な文明だったんだぜ。こう人たちが制作した金属製品などは当時メソアメリカ全域で珍重された。どこかの支配で亡くなった文明はよく聞くけど、ミステカもその一つなのね。ああ、スペイン人からの支配に対して必死に抗ったが、中央メキシコとスペインの同盟軍にはかなわなかったそうだ。技術力もあったミステカ族は文書に何を書き残したのかしら？実はこの文書、ミステカ時代のメキシコ文化が詳細に記述されているんだぜ。そのため当時のことを知る上でとても重要な資料となっている。そうなのね。ということは内容は解読済みなのかしら？一見絵だけでボイニッチ手稿並みに解読困難そうだけど、パッと見そうだがこの文書にはミステク語で書かれた文章も存在するぜ。そうなのね。文章があれば確かに解読しやすいかも。当時の様子が書かれてあるというのはわかっているが、これも詳しい内容についてはわかっていないことの方が多いんだぜ。なんだ、やっぱり完全に解読されたわけではないのね。
そんなこんなで解読のため研究が進められてきたわけだが、1950年代にすごいことがわかったんだぜ。え？何か見つかったの？なんと、この写本の下に全く別の文書が隠れていたんだ。え？何それどういうこと？文書の裏にあった傷から隠し文書の存在が判明したそうだな。かなり偶然の発見ということね。そうだな。だが、文書自体が古く壊れやすいため、発見された隠し文書の研究は最近までできなかったそうだ。まあ、研究で貴重な文書が壊れたら大変だものね。驚くべきはこれだけじゃないんだぜ。発見された隠し文書には新しいミステカ文明の歴史が書いてあるとのことだ。これが解読されればミステカについて新たな真実がわかるかもしれんな。何やらとてもロマンのある話ね。内容が解読される日がとても楽しみだわ。さて、ここまで様々な文書を紹介してきたが、次は死者の書という古文書を紹介するんだぜ。ここまでワクワクしてたのにいきなりなんてもの紹介するの。まあ、確かに名前は物騒だが、この古文書には古代エジプト人の静止感が書かれているんだぜ。なるほど、それなら面白そうね。てっきりデスノートみたいな呪いの書かと思ったわ。一見勘違いするかもしれないが、ピラミッドなどに代表するように、古代エジプトは死に対して独自の考えを持つ文明だったんだ。そういえばピラミッドって王様のお墓なんだっけ？そうだぜ。また死者のミイラが残っていることが多いのは、ミイラを残すことでその人の第二の性が確実になるとされていたからだ。何度も生まれ変わるということかしら？ざっくり言えばそうだな。古代エジプトではこの世での死は一度目の通過点に過ぎず、死後に第二の性を受けることができるか冥界の神により審判が行われるとされている。日本でもそんな話聞いたことあるわね。考え方は日本と似ているが、エジプトはより肉体との結びつきを大事にしているぜ。第二の性を受けた時すぐに肉体と繋がれるよう、生前の肉体をミイラとして残しておくそうだぜ。なるほどね、文書の内容はそれらをまとめたものかしら？それともまた未知の言語が書かれているのかしら？死者の書は死後の楽園 RA 行く方法が書かれているとされているぜ。日本でいう天国みたいなものかしら？そうだな。だが日本と違い、地獄というものは存在せず、悪人の魂は冥界にいる怪物に食われてしまうそうだ。地獄も怖いけどもっと怖いかも。R への道が許された魂も道中冥界の様々な試練を超えていかなければならない。うん？善人にも試練はあるってこと？ああ、そうだぜ。悪人は食われて永遠の死、善人は冥界の試練を乗り越えながら楽園へと向かう。そんな楽園あるまでの道を書いたのがこの文書とされているぜ。日本と比べると死後の試練が色々と厳しいわね。この文書には試練を乗り越えるための呪文なども書かれているため、まさに R への道の攻略本といったところだな。ふむふむ、この文書があれば善人はしっかり楽園へと導かれるのね。とはいうものの、死後の世界は古代エジプト人にもわからないから、この文書は死後の世界を想像した想像文書だと言えるんだぜ。内容から見ても昔は神話などがより身近だったことがわかるわね。さて、今回はここまでにするんだぜ。道の古文書がたくさんあってとても面白かったわ。古文を実際に読むのは苦手だけど、世界にはまだまだ知らないことがあって話を聞いているのは飽きないわね。そうだな、特に各国の歴史についてはまだ知らないことが多い。古文書が解読されて驚くべき発見がたくさん出てくるかもな。これからの研究がとても楽しみね。それではここまで。ご視聴ありがとうございました。